どうも、ビハイアの清水です。これは新卒採用向けのコンテンツです。で、学生時代と社会人になることの違いっていうことを動画で伝えておきたいなっていうふうに思います。これは私もまあ分かってなかったんだよね。分かってなかったからいろいろ苦労したんだけども、しっかりちゃんと教えてくれる人もいなかったんだよね。なんかね、それは社会人として甘いとか、学生気分残してんじゃねえとか、なんかそんな感じで語られることが多かったんですけど、ちゃんと定義しておくと、学生時代っていうのは多くはお金を払ってる時間の方が多い。そして、社会人になるとお金をその受け取ってる時間の方が多くなるっていうことです。で、大学生の人だったら勉強してる時間よりもバイトしてる時間の方が長いですっていう人がいたら、それちょっとおいおいっていう感じだよね。大学生の頃だったら、大体本来は勉強してる時間の方が長いべきだよね。1限目の授業出て、5限目が授業があって、で、終わってからも、勉強がする。まあ、読書をする。まあ、趣味の読書でもいいや。で、あとは友達と遊んだりね。まあ、そういうのも含めて広い意味での学びの期間。で、そしてあとは、まあ、ちょっとバイトしたり。で、そんでもって、睡眠時間があったりね。で、睡眠時間とかは学生時代と社会人の時代ってそんな変わんないと思うので、そこは変わんないと思います。だけど、大きく変わるのは、勉強時間っていう風になってた時間が全部仕事時間になるよね。で、勉強っていうのは、たとえ奨学金を借りてやっていたとしても、あるいは特待生でね、学費が免除になっていたとしてもだよ。学生時代っていうのは、大学とか学校からサービスを受ける側だよね。まあ、それが専門学校生でも同じ。で、一日のうち何時間も8時間とか10時間をお金を払ってる側なんだよね。払って勉強してる側。ね。勉強っていうサービスを受けてるんだよね。で、それが今度社会人になるとお金をもらってサービスを提供する側になります。たまにこの猫がね、ちょっと乱入してきます。で、サービスを受ける側とサービスを提供する側っていう違い。これがね、一番大変。バイトの時大変だったでしょ？バイトの時、例えば授業を受けてる最中、まあ、先生、教授のさ、厳しさにもよるけど、まあ、単位とかは別にあげるから寝ててもいいよっていう教授もさ、いれば、あるいはもうなんか居眠りしてたら怒鳴るような教授もいて、まあ、もしかしたらそこまで厳しいの最近いないのかもしれないけど、まあ、いたんだよね。で、あれ、そうじゃないにしても出席ちゃんとしましょうみたいな、ジャケットが、こんなハプニングもまあ面白いね。なんかそういうね、教授もいるじゃん。でも、寝てても、バイトだったらさ、寝てたら許されないし、出席してもしなくても、まあ要するに出社してもしなくても別に給料上げるなんてありえないよね。まあ、それどころか、接客業だったら1分2分ぶっちょうずらしてるだけで、こらって言われるよね。あれがお金を払ってる側と、もらってる側の違いだと思ったらいいです。で、お金をもらってる側で、かつ正社員になるっていうことは、それがもっともっと大変に、なると思ってください。で、その厳しさが基本的にバイトの頃よりも、そうだな、体感的に10倍、20倍はしんどいと思って、まあ、下手すら100倍ぐらいしんどいと思ってください。そういう世界に、学生から社会人っていうのはなりますよっていうことです。だから、多くの人は5月病になるじゃないですか。あれは普通です。普通は、学生の方が楽だからね。でも、それとって一生、すねかじってられる人以外は働いていくしかないし、ちゃんと学んだことを、ね、生産する側、社会に価値を提供する側になっていく人たちのおかげで、あなたも大学に行けたのだから、今度はちゃんとそういう方向に大人になっていきましょうっていうことです。これが学生時代の違い、学生と社会人の違いっていうことです。まあそんな風に飛び込んできてくださいっていうことです。以上です。